丸山クラスは北海道札幌市中央区にある商業施設。日本郵政公社が行った旧札幌郵便貯金会館の一般競争入札によって三菱辞書が土地、建物を取得し、丸紅との共同開発によって新たに商業施設を建設した。施設の名称は地名の円山に集合的意味合いや上品さ、気品などの意味を合わせ持つ。 クラスを組み合わせており、言葉の響きから、丸山クラスを実現するための、憩い、出会い、価値を求めて集う、クラブハウスを目指している。2015年春からワークショップ、丸塾を開校している。オープン当初のスーパーマーケットは、大英札幌演山店であり、北海道内の大英直営店としては1996年11月にオープンした滝川店以来、 約13年振りとなるで店であった。結果として、この出店が、大英の北海道をうちにおける最後の新規店舗になった。2015年にマックスバリュー北海道が、大英北海道地区におけるスーパーマーケット事業を継承、マックスバリュー丸山クラス店と解消した。マックスバリュー北海道は2020年にイオン北海道に統合されたため、以後は同社が営業している。 第2、南一条通り沿いに位置しており、北海道道453号、西の白石線や主要市道9902号南19条、宮野沢線に近接している。ありがとうございます。